どうもバーマーモスの田中です。というわけでね、もう今何時ですか、何時だと思ってますか。もう5時20分ですよ、朝の。いやー疲れた。というわけでね、今日はビールをいただいております。そしてあての方は、ね、ヘルシーな、しかも栄養たっぷりサバの水煮缶ですね、はい、いただきたいと思います。ね、サバの水煮缶がすごく体にいいってね、よく出てきますよね、テレビなんかで。なんでかって、特にね、この骨を食べれるでしょ、こうやって丸ごと。これがすごく大事みたいですね。まあ、これがというか、これも。なんか、この缶詰自体、すごいやっぱり栄養高くて。なんか、一回なんかスーパーから全部サバの水煮缶が消えたみたいなことありましたよね。なんかのテレビかなんかで取り上げられて。ね、ほんと。健康的ですからね、これは、うん。まあ、今日はですね、もう本当大変だったんですけども、大変だったから、もう前の晩からですね、お店に泊まり込んでたんですよ。泊まり込んで今日の分の着替えも持ってきてたんですよね。っていうのもですね、朝の9時に起きましてね、でまあ、10時ぐらいから、地元の商店街のイベントがありましてね、この商店街が、もうリニューアルしましてね、でその一部が今日完成しまして、今日からオープンということで、ね、まあ、僕もこの商店街の、まあ、理事関係の仕事をしてますからね。で、まあ、たくさんのお客様にこう餅まきをしたりですね、まあ、そういった手伝いなんかをしまして、で今度それが終わったらですね、すぐご飯を食べてすぐですね、地元のね文化会館の方に行きましてね、その1時から夜も6時ぐらいまでもうぶっ通しでですね、まあ、ロータリークラブというのでね、僕入ってるんですけど、その地区大会というすごく大きな、何千万ってかけてですね、すごく大きな事業をやるんですけど、それのですね司会をすることになっておりましてね、もうそれの予行練習ですよね、テレビ局のアナウンサーと一緒にですね、僕が司会をするわけなんですけどね、それでまあとにかくもう台本のチェックとかですね、まあでもそれもだいぶ変更があったりとかで、もうとにかくぶっ通しで5時間ぐらい働きました、働いたちがね練習しまして、そして晩ご飯を食べてもうすぐお店の営業と。そしてしかも忙しかったですね、もう本当大変な一日だったんですけどね。ただなんかね、今日すごく意味がある一日だったなというか、ちょっとした快挙がありましてね、なんとこう一日のうちに2度テレビに出たというですね、まあ、ちょっとまあ出たというかですね、まあ、ちょっとお話したいと思うんですけれど、まず一つはですね、そのスタッフの女の子から夕方連絡というか LINE が来ましてね、マスターテレビに出てましたねみたいな感じだった。なんでだろうと思ったら、その餅巻きのね映像がテレビに出てたみたいで、あ、俺だ、出てたんだとか思いながらですね、まあ嬉しいですよね、なんかそういうのって、自分がテレビに出てるのって。しかもね、もっとやっぱり自分の中でワクワクしてましたのがね、今日映画のですね、奥男というのがもうおそらく全国で、テレビで初登場したと思うんですよ。去年のね今ぐらいにちょうど、上映されてた映画ですけどね、その奥男というのが映画がありましてね、まあそれそこに僕が出てるわけではないんですけれど、まあ、僕がね、やっております、サイドビジネスでやっておりますね、ネットショップドリパス工房のですね、札束がなんと、そのね奥男で採用されておりまして、劇中に出てくる札束すべて僕が作ったやつなんですよね、はい。というわけで僕の作った、札束がテレビに出たというですね、まあだから今日なんか2回テレビに出たような気もするんでですね、本当になんか嬉しかったですよね。ですね、もう去年だからその奥男は
が、上映された時には僕やっぱりね自分の商品が出てるわけですからもう見に行きましてね、すごくこう感慨深かったわけですけどね、それが今日テレビで初登場しましてね、いやめちゃくちゃやっぱり嬉しいですよね。はい、なんかねテレビに出るっていうのは嬉しいですよね、なんか目立ちたがり屋なんでね。2年ぐらい前まではですね、僕ラジオにも出てたんですよ、地元のですね、2時間の生放送の番組ですよ、僕の友達がパーソナリティやってるんですけど、その友達の番組にですね、出させていただいておりましてね、ずっとこうやってたんですけど、それですかね、2、3年ぐらいやってたんですかね。でまあなんか生放送ってラジオの生放送ってね大丈夫かなと思うでしょ、緊張するんじゃないかなとかね、もうね、まあ、最初の頃こそ緊張してましたけどね、もうめちゃくちゃ楽しいんですよ、ラジオって。なんかほんとね生放送でも全然楽しいですよ、なんていうの、別にそんな緊張することなくですね、まあ、慣れればですけどね、めちゃくちゃ楽しいんですよ。で自己紹介の最初のね番組のスタートの時に自分の自己紹介するじゃないですか、バーマーモスのママヤンですみたいな感じでね、言うんですけど、だからもうこのマーモス の, マスターがラジオで喋ってるっていうのは もちろん分かるわけなんですけど、そうするとねなんかやっぱ反応が楽しいですよね。タクシーに乗ったとしてもね、あラジオ聞いてますよいつもとかねなんか言われるんですよ。でですね、お客さんとかでもラジオ聞いてますよとか言う人いたりしてですね、なんかいや目立ちたがり屋ですからね、なんせやっぱり嬉しいですよね、そういう反応がですね。最近はでも本当ねこの YouTube ですよ、これね、なんですかね、別にそのお店にお客様呼ぶ目的でもやってますけど、まあそうそうね YouTube 聞いてますよっていう人が来るとは思ってなかったんですけど、でもね結構最近ポツポツ出始めたんですよ。いやいつも YouTube 見てますよっていう方が、来るっていうパターンがですね、なんかねそれも本当嬉しいですよね。まさかそうなると思ってませんでしたからね今まで。でもこれからどんどんね登録者数なんか増えていったらそういう人も増えてくるかもですよね。でも本当それ嬉しいことですよね。県外なんかからね長崎に来たついでに飲みママヤさんに会いに来ましたみたいなね、そんな感じで来られたらやっぱ嬉しいですよね。皆さんもね長崎、まあ、もしくはねこの諫早に来ることあればぜひ遊びに来てください。はい、というわけでね今日はなんか2回もテレビに、まあ1回が僕出ました出たみたいですけどね、もう1回はまあ僕の作った商品が出ましたということで、なんかね2回テレビに出たような気がしますけどね、はい、すごく嬉しいです。今度ねその地区大会の司会をするときももしかしたら、まあ、テレビ出るかもわからないですね、テレビ取材来るのかどうかわからないですけどね、ケント・ギルパートさんとかも来ますからね、まあ、もしかしたら出るかもしれないですけど、はい、ちょっと楽しみに、まあ、緊張もしますけどねすごく楽しみにしてます。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。